こんにちは、大です。夏といえばチューブということでですね、今回の動画ではチューブの夏立ち布の弾き方を解説していきたいと思います。この曲はですね、レッスンを通して初めて知った曲なんですけども、聴いてるうちにですね、だんだん好きになってきてですね、すごくいい曲だなと思って、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいなという思いもあって、今回動画にしました。で、歌詞がですね、すごくいいんですね。で、まあ、この動画はですね、ギターの弾き方を、教える、伝える動画なので、歌詞とかは、右下にちょこっとちっちゃく出てるぐらいだと思うんですけれども、ぜひ一度、原曲をですね、聴いてみてください。心にすごく染める曲なので、一度聴いていただけると嬉しいですね。で、Apple Music の方でですね、この曲のインストゥルメンタルバージョン、まあ、要は歌が入ってないバージョンもありますので、まあ、そちら聴いてもらえればですね、この曲どんな感じになってるかっていうのがすごくはっきりわかると思うんですね。コーラスとかは入ってるんですけどね。で、楽譜も販売してますので、気になる方は概要欄の方からチェックしていただけたら嬉しいです。で、難易度なんですけども、中級なのでちょっと難しめなんですけれども、めちゃくちゃ難しいってほどでもないので、スキルアップにちょうどいい難易度になってると思うんですね。で、リズムがですね、16の、跳ねたリズム、バウンスとかシャッフルなんて言ったりしますけども、その跳ねたリズムと跳ねてないリズム、イーブンっていうリズムですね、を行ったり来たりするので、すごくリズムの練習にもなると思いますので、ぜひ、頑張って挑戦してみてください。では早速イントロやってみましょう。楽譜のですね、一番左上見てもらうと、括弧の中に16分音符2つイコール8分音符と16分音符の3連っていう風になってると思うんですけども、これが書いてある場合は、16のですね、シャッフル、バウンスって言われるリズムで弾いてくださいってことを意味してるんですね。まあ、どんな感じかっていうと、タッカツッカ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 、まあ、こんなリズムで弾いてくださいねってことを意味してます。で、3小節目の上見てもらうと、8分音符2つイコール8分音符2つになってると思うんですけども、ここからは、イーブンのリズムで弾いてくださいってことを意味してます。これ8分音符、8分音符ってなってるんですけど、16だとしても、跳ねてないリズム、イーブンっていうリズムで、やってくださいねってことを意味してるんで、16で弾くと、タカツカ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 ですね。跳ねてると、タッカツ跳ねてないと、タカツカ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 ですね。これがですね、結構な頻度で入れ替わるので、そこがこうリズムの一番こう肝と言いますか、難しいところなんじゃないかなと思います。で、言ってることがよくわかんないよって方はですね、このシャッフルとか、イーブンに関して詳しく解説している動画もありますので、そちら、ご覧になっていただけると非常に、よくわかるんじゃないかなと思います。では最初のコードを押さえてみましょう。C アドナインスってコードなんですけども、C アドナインスは押さえ方いくつかあるんですけども、この曲での C アドナインスは、中指で5弦の3フレット、薬指で2弦の3フレットを押さえてあげましょう。こんな感じですね。で、本来はですね、人差し指で4弦の2フレットも押さえてあげるんですけども、この曲でこの4弦のピッキング、C アドナインスの時来ないので、押さえなくてもいいんですけども、ちょっとピッキングに自信ないなって方はですね、一応保険で押さえておいてもらえると安心ですね。で、弾き方が5、3、2、1弦という順番ですね。こんな感じですね。で、そしたらオープンコードの D コード押さえてください。でこの C アドナインスの押さえ方から移動するときは薬指を軸に、同じ場所になりますんで中指離して D コード作るっていう感じにしてあげると音も綺麗につながりますし楽なんでいいんじゃないかなと思います。D、普通のオープンコードですね。で、同じような感じ。今度は4、3、2、1弦ですね。ですね。で、そしたら次 E マイナーってなってるんですけど一旦全部左手離してください。何も押さえてない状態からスタートします。1弦と6弦を同時にピッキング。で、次が、2弦、3弦って順番ですね。もう一回いきますよ。ですね。で、そしたら1弦の2フレットを押さえてください。指は何の指でも大丈夫ですね。で、1弦ピッキングしたらちょっと伸ばします。で、ちょっと伸ばしたら、2弦、3弦って順番。で、そしたら1弦の、3フレット。今押さえてるところの半音上ですね。で、1弦ピッキングしたらまたちょっと伸ばす。で、2、3。で、2フレットに戻して。で、また1弦ピッキングしたらちょっと伸ばす。で、2、3。っていう順番ですね。ここを全部つなげて弾いてみますよ。せーのー。
でそしたらまた C アドナインスを押さえてもらって、でここはですね1小節目と弾き方全く同じですね。で次 D を押さえてですね。でその次がですね、C アドナインスなんですけども、また押さえ方戻してもらって、でここからですねリズムがイーブンになるので気をつけてください。でピッキングが1、2弦と5弦を同時にピッキング。でそしたら中指を離してその半音下5弦の2フレットを人差し指で押さえます。 G on B ですね。で次が2弦3弦と5弦を同時にピッキング。でその次が Am7th なんですけども、2弦の1フレットを人差し指で押さえるだけで大丈夫です。で同じ場所2弦3弦と5弦を同時にピッキング。で人差し指離して薬指で6弦の3フレットを押さえてください。 G なんですけども、ここ押さえるだけで大丈夫です。で2弦3弦と、6弦を同時にピッキング、そしたらですね、今ピッキングしたところをですね、同じ指でこう弦をですねこう触るような感じとか、まあ、指を乗せる感じですね、弾いた弦の上に指を乗せてください。そうすると音切れますよね。ですね。で音切ってあげましょう。でそしたら、5弦から2弦までの、5フレット人差し指で制覇してもらって、で5弦3弦2弦を同時にピッキングですね。 C on D っていうコードですね。で、ここはですねリズムが難しいと思うんですけども、そのそれぞれのコードの長さがですねどんな感じになってるかっていうと、16分音符、まずですねシアドナイスのところは3つ分になるんですね。シアドナイスのところは16分音符3つ分なので、タカタみたいな長さですね。で、その次の G on B、 ここも3つ分になるのでタカタですね。で次の Am7th、 ここはですね16分音符2個分の長さなんですね。タカですね。で次の G も2個分タカで音切るじゃないですか。で切ったところも2つ分になります。ツカですね。で C on D、 これは、4つ分ですね。タカタカっていう感じになります。3つ3つ2つ2つ2つ休んで4つみたいな感じですね。ちょっとゆっくりつなげて弾いてみますよ。せーの、タカタタカタタカタカツカタカタカっていう感じですね。ここなかなか難しいと思うんですけども、よくわからなかったって方はですね、ここ繰り返し見て頑張って習得してみてください。ということでイントロ全部完成しましたので、ゆっくり通して弾いてみますので、ぜひ一緒に合わせて練習してみてください。せーの、では続きまして A メロやってみましょう。最初のコード G のところなんですけども、薬指で6弦の3フレットを押さえてもらって、あと中指で5弦の2フレットも押さえておいてください。まあ、ここピッキングないので押さえてなくても弾けるは弾けるんですけども、次のコード C メジャーセブンスのところでちょっとしたポイントがあるので押さえておいた方が綺麗かなと思います。でピッキングが、6、4、3弦と2弦を同時にピッキングして6弦。でそしたら、次 C メジャーセブンスなんですけども、今押さえているこの G の形の、薬指と中指、形キープしたまま1個下の弦、高音弦側に、ずらしてくださいですね。そうすると、まあ、C メジャーセブンスの形になるんですけども、ここも同じくこの中指で押さえているとこう弾かないじゃないですか。なので押さえてなくてもいいんですけども、この G でなんで中指押さえてたかっていうと、この4弦のピッキングあるじゃないですか、2個目のとこ、この音が、そのままですねこの薬指だけでこう移動してると伸びちゃうんですね。なので、ね、こことここが混ざっちゃうじゃないですか。これあんまり綺麗な、音じゃないので、こう中指を押さえておくことによってこう C に行った時にですね、この4弦の開放弦が切れるんですね。まあ、そのためにこの中指を押さえてるっていうような、感じです。で、C メジャーセブンスのところに話を戻しまして、ピッキングが5弦、3弦、1弦でちょっと伸ばしてから2、3っていう感じですね。リズムがですね、タン、タタン、タタンって感じですね。もう一回いきますよ。
タンタタンタタンですね。でここのリズムがですね、イントロのシャッフル引きずってるとこういう感じになっちゃうんですけど、ここイーブンなのでですね、タカタタツタタっていうリズム、タカツタツタタじゃなくてタカツタツタタですね。タカ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 って一定のリズムで、弾いてあげてください。これがですね、通してやるとなかなか難しいんですよね。でその次のコード D なんですけども、まあ、ここは普通のオープンコードの D 作ってもらって、で4、3で2弦1弦同時にピッキングして3弦ですね。で次 G6 弦の3フレットだけで大丈夫です。で2弦3弦と6弦で次 D on F シャープなんですけども、オープンコードの D コード作ってもらったら、親指で6弦の2フレットを押さえてください。これですね。で同じところをピッキング、2弦3弦と6弦ですね。ですね。まあ D からつなげると、せーの、でその次のコードが Em、中指が5弦に来る形か人差し指が5弦に来る形、まあどっちでもいいかなと思います。まあ、僕は中指が5弦に来る形好きなんでこっちで押さえますね。で、6、4、3で飛んで、1弦ですね。でリズムがタンタタンタって感じですね。で、その次 A メジャーコードですね、普通の A コード、押さえてもらって、でここはですね5、4で飛んで2、1でちょっと伸ばしてから、2弦3弦ですね。でリズムが、タタタタタタって感じですね。という感じです。まあ、この Em の、ところ、まあ、この小節頭から通して弾いてみますよ。せーの。でそしたら次 Am7th ですね。まあ普通の Am7th 押さえておいてください。ね、まあ、中指ピッキングないので、あのピッキング自信ある方は押さえなくても、大丈夫ですね。人差し指だけでも大丈夫です。でピッキングが5、3で次2弦1弦で3弦ですね。でそしたら次 Dadd9th なんですけども、まあ普通のオープンコードの D コード押さえてもらったら中指を離してください。それだけですね。でピッキングがですね、4、3で飛んで1、2でちょっと伸ばしてから3弦ですね。こんな感じになります。この小節も全部通して弾いてみますよ。 Am7th から、せーのー、これで A メロが半分終わりですね。で次の小節は、この A メロの1小節目と全く弾き方同じですね。 G からで C メジャーセブンス、で D、 ここまで一緒なんですけども、次がコードが違うんですね。 B サス4と B なんですけども、まあ、B は、こういう感じで押さえてあげましょうか。人差し指で5弦の2フレットを押さえてもらって、2、3、4弦の、4フレットを薬指1本でまとめて押さえるか、中指、薬指、小指で、3つ、こうですね、感じで押さえてみてください。これがまず B なんですね。で、この押さえ方からすると小指だけ1個右側にこうずらしてくださいですね。結構開くんですけども、これが B サス4ですね。で戻してくれば B です。でこっちの押さえ方の場合は小指で2弦の5フレットを押さえて、これで B サス4で小指を離すと B っていうような感じですね。得意な方で、こっちでもいいしこっちでもいいしどっちでもいいので、やりやすい方でやってもらえればいいですね。で B サス4の形作ってもらったら、2弦3弦と、5弦を同時にピッキングですね。でそのままの形で親指で5弦をピッキングで、B にコードチェンジしてもらって2弦3弦をピッキングですね。これ結構左手も開くし、この正波も結構きついと思うんですけども、右手の肘で、このボディのこの右上の部分ですね、ここをしっかりと挟んでギュッて挟んでもらったら、左手はですねネックを後ろに引っ張るような力、
加えてあげられると楽に抑えられると思います。まあ腕の力も使ってあげるような感じですね。そしたらイントロで出てきた C アドナイスの形作ってください、ね、でピッキングが、5弦、3弦1弦でちょっと伸ばしてから2弦3弦ですね。ここがタンタタンタタンってリズムですね。で、薬指を軸にですね、中指を離して人差し指は3弦の2フレットに持ってきてもらえると、D アドナインスになりますよね。でここのピッキングが、4で次が3、1で次がちょっと伸ばしてから2弦ですね。リズムがタンタタンタっていう感じの、リズムですね。この小節つなげて弾いてみますよ。せーの、でその次の小節なんですけども、イントロの最後のフレーズあったじゃないですか、この C アドナインスからです、ね、これと全く同じのがまずきます。 C アドナインス G4B Am7 で G で音を切るですね。でここまで来たら、薬指がいいかなと思うんですけども、2弦と、3弦の5フレットの真上に指を持ってきてください。正派じゃないけどこういう感じでまっすぐにしてこの2つを、触る感じですね。押さえるんじゃなくて触れるだけの状態です。でこの状態で2弦3弦をピッキングしますですね。そうするとこんな感じの音が鳴るんですけども、これはナチュラルハーモニクスっていうテクニックなんですね。でこのナチュラルハーモニクスが出たら指を離すっていう風にしないと、こういう感じで音すぐ、ちっちゃくなってっちゃうので、音が出たらすぐ離すですね。このテクニックもですね、詳しく解説している動画ありますので、もうちょっと詳しく知りたいよって方はですね、そちらの動画参考にしてみてください。ということで、A メロも全部完成しましたので、ゆっくりつなげて弾いてみますので、ぜひ一緒に合わせて練習してみてください。せーのー。では続きまして B セクションいってみましょう。でこの曲ではこの B セクションがサビですね。でここからはまた、跳ねたリズム、バウンスになりますので気をつけてください。最初 Am7 を押さえてもらって 5-3-2-1 って弾くんですけど、跳ねてるのでタッタッタッタですね。タタタタじゃなくてタッタタッタですね。で次、D コード押さえてもらってで4、3で飛んで1、2で、ちょっと伸ばしてから、3弦って感じですね。リズムがですね、まあ、Am7 と、つなげてやってみますよ。せーのー。でその次が Bm なんですけども、これも普通の Bm コードですね。バレエの押さえ方ですね。で弾き方が5弦3弦で2弦と1弦を同時にピッキングで5弦ですね。で次の Em がですね、やや変則的な押さえ方になるんですけども、人差し指で4弦の2フレット、小指で1弦の3フレットですね。まあ、こんな感じの押さえ方でいってみましょうか。でこの状態だと5弦間違えてピッキングしちゃうと変な音になっちゃうので、ピッキングに自信ない方はですね、人差し指と中指を使った普通の Em コードあるじゃないですか、これ押さえた形プラス小指で1弦の3フレットを押さえるっていう感じでもいいんじゃないかなと思います。まあ、どっちでもいいと思います。ただですね、やってみるとこれ意外ときついんですよね。なのでピッキング自信ある方はこっちでもいいんじゃないかなと思います。不安な方はこっちでいきましょう。で、ピッキングはですね、6弦、4弦で2弦1弦を同時にピッキングして、ちょっと伸ばしてから2弦3弦ですね。でリズムがですね、こんな感じです。
タンタタンタタですね。こんな感じです。じゃあ次の小節いってみましょうか。まず A マイナーセブンスを押さえてもらって、で、5弦、3弦、で2弦1弦を、同時にピッキングして、ちょっと伸ばしてから5弦っていう感じですね。まあ、どんなリズムかっていうと、ですね、タンタタンタンですね。で、その次が、D コードを押さえてもらって、ここちょっと難しいんですけども、4、3で2、1弦同時にピッキングしたら、まあ、音を切るってなってるんですけども、すぐコードチェンジするような感じで指動かしてもらえば音切れると思いますん で一応保険で、ね、もし置ける方は指をですね、今さっきこう弾いてた弦の上にこう指を乗せるっていうような感じでミュートしてあげられるといいんじゃないかなと思います。でリズムがですね、こんな感じです。タタタ。でそしたらですね、この D コードの形をですね、この左斜め上にこうずらすような感じになるんですけども、この3つをですね、1個左のフレット、1個上の弦みたいな感じにしてあげると、これが D シャープディミニッシュってコードなんですね。まあ、正しくは小指で1弦の2フレットも押さえるんですけど、ここ弾かないのでこの3つだけで大丈夫です。 D を左に1個、上に1個ですね、こう斜め左上って感じですね。で弾き方が 4-3-2 ですね。でまた音を切るって感じです。 D からつなげるとこんな感じですね。まあ Am7th のところからつなげて弾いてみますよ。せーの、こんな感じですね。で次の小節の Em なんですけども、まあ、人差し指で、4弦の2フレットを押さえるだけで大丈夫です。まあ、中指でも大丈夫ですけどね、とりあえず人差し指でやっておきます。で、4弦から1弦まで順番にタタタタってこう、弾いてったら、ちょっと伸ばしてから2弦3弦ですね。ですね。まあ、ピッキングは親親人中で人親っていうピッキングが弾きやすいんじゃないかなと思います。ですね。で、そしたら、次が G9th ってなってるんですけども、まあ、おすすめの押さえ方としては、まず1弦の1フレットを人差し指で押さえて、薬指で6弦の3フレットを押さえてください。で、この状態でまず1、2弦と6弦を同時にピッキングします。ですね。で、次ですね、中指で3弦の2フレットを押さえてください。で3弦をピッキングで 1,2 弦をピッキング、ちょっと伸ばしてから、3弦ですね。こういう感じで2段階で押さえてあげられるとコードチェンジが、すごくスムーズにいくんじゃないかなと思います。ね、ですね。まあ、Em からつなげて弾いてみますよ。せーの、でその次はですね C6 ってなってるんですけども、まあこの、G9th のですね、中指以外を離して、まあ、中指だけ残す感じですね。でここからいつも通りの C の人差し指と、薬指の場所に持ってくるみたいな感じでやってあげると、楽なんじゃないかなと思います。で4弦はですねピッキングしないので、押さえなくて大丈夫です。まあ、本来はですね、こういう感じで、4弦のですね、2フレットも押さえるんですけども、それやっちゃうとですね、指の形一回全部バラさなきゃいけなくなっちゃうので、4弦は弾かないようにこう気をつけるという感じでやってもらえるといいですね。で、この状態でですねピッキングが5弦、3弦で次は2弦1弦を同時にピッキングして、で3弦ですね。これ全部ベタっと弾くだけですね。ですね。でその次が D コード、こうですね、4弦から1弦まで順番に弾いてって、で、ちょっと伸ばしてから、2弦3弦ですね。この Em の時と同じ弾き方ですね。タタタタンタタですね。で、その次がですね、薬指で6弦の、3フレット押さえてください。これだけで大丈夫です。で、1、2弦と6弦を同時にピッキング。G6 ってなってるところですね。で次がですね D on F シャープってなってるんですけども、まあ、ベース音しか弾かないので、まあ、親指で6弦の2フレットでもいいし、この薬指の隣中指で6弦の2フレットを押さえる形でもいいんじゃないかなと思います。
で、次 E マイナーを押さえてもらって2弦3弦と、6弦を同時にピッキングしたら、次が4弦1弦でちょっと伸ばしてから2弦ですね。こんな感じですね。この G6 からつなげて弾いてみますよ。せーの、あと残り2小節でサビも終わるんですけども、その次の Am7 からのこの2小節間はまたイーブンにリズムが戻りますんで気をつけてください。まず Am7 を押さえて、で5弦3弦で2弦1弦同時にピッキングして、で5弦ですね、ここは特に気をつけることないかなと思うんですけども、その次ですよね、D コードを押さえてもらって4321弦って弾くんですけども、イーブンだとこういう感じになります。で、今までやってた、サビでやってた、跳ねたリズムだとですね、こういう感じになるんですけども、これだとダメなんですね。イーブンなので、ですね。これはダメな方ですね。いい方は、ですね。急に切り替わるんで、こう体の中でですね、このタッカツッカ、タッカツッカっていうのを、タカツカタカツカっていう感じで急にパッとこう変換しないといけないので、そこはなかなか慣れないと難しいかなと思うんですけどね。でその次のフレーズは、イントロの最後で出てきたフレーズと同じような感じですね。この C アドナインスから G4B で Am7 でその次の G は、ここ切らないんですね。イントロとかだとですね、で切ってたと思うんですけど、切らずに伸ばしてください。でそしたら小指で1弦の3フレットも押さえてあげて、1拍伸ばした後に1弦をピッキングします。これで、サビも終わりって感じですね。この Am7 からこの最後のこの2小節間ですね、つなげて弾いてみますね。せーの、これでサビも B セクションも完成しましたので、ゆっくりつなげて弾いてみますので、ぜひ一緒に合わせて練習してみてください。せーの。これでワンコーラスが完成したわけなんですけども、その後の注意点としましては、まずインターですね。最初はオープンコードの C から入るんですけども、矢印が上に引っ張ってあると思うんですね。でこれはストロークで弾いてくださいってことを意味してるんですよ。で何の指でストロークするかっていうと、人差し指か親指ですねがいいんじゃないかなと思います。ただですね、このストロークした後すぐ5弦のピッキングがやってくるので、親指でやっちゃうと正しくこうすぐに親指をこう5弦に持ってくるのって難しいじゃないですか。の慣れてないと難しいと思うので、人差し指の方が弾きやすいんじゃないかなと思います。ですね、こんな感じですね。で、そこからどんどん進んでってですね、4ページ目の、C セクションのとこ、Am30 小節目のとこですね。で、ここ PM って書いてあると思うんですけども、これパームミュート、よくですね、日本だとブリッジミュートって言われるんですけど、そういったテクニックになってるんですね。この右手の人、この柔らかい部分をこのギターのサドルですね、白い樹脂みたいなとこあるじゃないですか、ここの上に乗っけて弾くとボンって感じの音になるんですね。これが、パームミュートとかブリッジミュートって言われるテクニックになるんですけども、これで弾いてきます。で本来ここはベースパートなんですね。ベースしか入ってないんですよ。ただバンドでやる場合はベースにお任せすればいいと思うんですけども、一人で弾くよって場合はここ無音になっちゃうので寂しいじゃないですか。なので、そのベースパートをですね、ギターに起こしてこれ、書いてあるので、練習と思ってですね、弾いてもらえるのも楽しいんじゃないかなと思います。ね。こんな感じですね。ベースらしい感じになりますよね。
で、あとこの曲をですね、弾き語りでやりたいって言った場合は、あの今のフレーズを弾きながら歌うのってかなり難しいと思うんですね。なので、あの上にコードが振ってあると思うんですよ。 Am とか D とか、それをまあダウンストロークでただ弾くだけとかでもいいんじゃないかなと思います。 D G D on F sharp Em みたいな感じですね。やってもらうのもありかなっていうような感じですね。で、その、あと、ちょっと進んでいくとですね、36小節目のところ、これですね、あの休符になってて、歌詞がの笑顔にたどりっていう風になってると思うんですけども、ここ歌だけになるところなんですね。で、このタイミングでピックをあの机の上に置いとくとか、ポケットに忍ばせておいてもらって、でパッて持ってもらって、でその後の、まあ、アルペジオだったりストロークパートですね、ピックで弾いてもらえるといい感じになるかなと思います。でアルペジオのところなんですけども、弦が結構飛ぶので難しいと思うんですね。これやってみるとなかなか難しいんですよ。かなりいい練習になると思うんですね。で、あるいは、このアルペジオのとこはですね、ハイブリッドピッキングっていうのに挑戦してみるのもまたいい練習になると思うんですね。ハイブリッドピッキングはピックと中指を主に使ってピッキングしていくんですけども、サポートで薬指も使ってあげます。それでやるとどんな感じになるかっていうと、こんな感じになります。こっちでやってあげた方が、そのピックをこう上下にかなり動かす必要はないので、慣れればこっちの方が簡単なんじゃないかなと思います。あの解説してる動画もありますので、気になる方はぜひ参考に見てみてください。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信してますので、もしよかったら参考になったよって方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。